どうもエルザです。それでは嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあ、やっとアクションパートですね。ということで、僕は今回姫を操作してやっていくこととなります。で、基本的にその四角長押しで王子と手をつないだり離したりという感じになりますね。手を握るとちょっとね、笑顔になるのもね、結構可愛らしい感じなんで、そのあたり楽しんでやっていこうと思います。さあ、このまま行くとどうなるかな。オートセーブ機能ですね。出てきたね。なんか出てきてるね。なんか嫌な感じでしたね。口が結構でかかった気がしたけど、強いね。いやー、にしても音楽いいなー。まあどっちかというと、まあアクションはアクションなんですけど、パズル要素が強いと。お、なんかある。なんか花びらっぽいのだったね。まあ謎解きパズルとか、なんかそんな感じですね。パズルらしいパズルっていうか謎解きメインという感じなんですが、この花びら何にするんだろうね。あ、やり込みっぽいよね、これに関して言うとね。さあ、さらに奥に進んでいくといっぱいいるね。よし、こう常に四角ボタンをずっと押さないという状況なんでね。さあ、どんどん続いていきます。お、乗るとこれでしか越えれないか。レバーは姫の姿で近づいて丸で動かすことができます。ほい。あー、まあこういったギミックってことだね。なんか ありそうでない。あーそういうことか。高いところから降りるとダメなのね。よし、危ない危ない。まあ操作自体は結構シンプルなんで、そこまで難しいかって言われるとそういうわけではないんですけど、まあまあまあ序盤だしね。まあこんな緩い感じで、まあ BGM をね、楽しんでもらうといいんじゃないかと。さあ、狼になって重さの調整をしつつ、あ、王子に当たってる。王子こっち。こっちなんかありそうでなかったね。よし、さあ行こう。あー、これを2人行くわ。さあさあさあ、よし。特にないね。なんか隠し要素がありそうでね。宝箱あるね。あれ欲しいな。あー、鍵がありそうな感じだね。あ、そういう感じか。姫で、あ、いけない。意外とジャンプが難しいのよね。お、よし。狼で。まあ、基本攻撃するなら狼って感じかな。なんだこれ。ほう。あ、花びらだ。やば。ぐへ。急に。
よし、これが正解かな。よーし、よしよし、いやいやいや、ギリギリすぎるわ。さあ、3つゲッチュ。いやー、なんかこの辺りは日本一ソフトウェアさんの感じがするな。あのディスガイアだったりとか、まあ、他のゲームもちょこちょこするんですけど、まあ夜回りとかね、シーン夜回り、あの辺りもね、この辺り結構すごいんでね。さあ、さらに奥ですね。森を歩く姫と王子は何やら楽しそうに話をしています。姫は野山を駆けることが好きだとか、王子は本を読むことが好きだとか、いろんな花のことが書いてある本も好きだよ。あんまり外に出してもらえないから、外の世界でたくさんの花を見てみたいって思ってたんだ。そんなことを話しているとガサガサという音とともに、突然茂みから小さな化け物が現れ、王子へと飛びかかります。もうほんの少しで王子の頭は化け物にガブリとかじられてしまうところでしたが、間一髪素早く姿を戻した狼が化け物を払いのけました。でも王子にとっては暗闇の中での突然の出来事です。怖くなってその場にしゃがみ込んでしまいました。少し前にこの森で怖い目に遭ったばかりなので無理もありません。なんとかしないとと狼は慌てます。でも怖がる人間に何をしてあげればいいのか狼には全然思いつきません。すがる思いで周りを見渡します。そこで狼の目に入ってきたのは綺麗な花畑。その花畑を見てさっきの王子の話を思い出しました。そうだ、王子に花を持ってきてあげよう。さあ、次はお花摘みらしいんだけど、あー連れていけないね。姫の姿で花に近づいてまるで摘みましょう。これもちょっとやり込み要素かな。なんかこういう摘むとかあるのかもしれないね。王子に近づいてまるで花を渡すことができます。じゃあアイテム渡せるんだ。王子、これあげる。姫は王子に一輪の花を手渡しました。これは花？いい匂い。そう、王子さっき花の本が好きって言ってたから。姫の言葉に王子は嬉しそうに微笑みました。ありがとう。どんな花だろう。目が見えないのが残念だな。でもこれで目が治る楽しみが一つ増えたよ。王子の様子を見て姫は一安心です。何かお礼がしたいな。そうだ、姫はあまり本は読まないんだよね。よかったら僕が本で読んだお話を教えてあげようか。こんなに喜んでもらえるなんて、王子ととても仲良くなれた気がして姫は嬉しくなりました。花畑を見かけたらまた花を摘んできてあげよう。そう姫は思うのでした。おお、じゃあやっぱ花に関してはやり込み要素っぽいね。
あ、この高さこけるか。おー、出てきたよ。よし。危なかった、今の。いや、危ない。高さの制限かかるのはちょっと大変だね。両方いけた。ちょっと待ってもらって、あ、こっちは花びらがあるだけか。そしたら先に、お、いける感じだね。そうか、落下死がありそうだね、この感じだとね。よし。まあ、2人とも足細いしな。おお、崩れそうな床の上でも、亀の背中の上に乗って進めば大丈夫。ほう、これ亀なんだ。うわー、すごいな。だいぶ独創的な亀だな。いやー、それにしてもこう、手をつないでる時の王子の顔が喜んでるのが印象的だな。よし。ほっ。こっち。ちょっと王子置いて。あ、普通に行けたね。よし。これで、合流ができると。いやー、音楽も結構ね、のほほーんとしてる感じでいいんだよね。絵の雰囲気といい、これもいいから、雰囲気もいいからね。さあ、狼になって降りると、まあ単純なギミックなんだけど、これが後半どうなってくるかだよね。痛そうやな。ああ、そういうことする。この絵のテイストは好きだな。いいよね。お、ちゃんと乗ってるね。よしよし。頭から行くからね。落ちるときね。意外と、そうね、つかみもなかなか緩いんでね。おお、危ない。にゃろ。いきなり出てくるか。お、なんだこれ、アイテム？いや、そんなことなかったね。さあ、王子を連れていきますか。あ、そっか、やっぱあのかかしのマークが次なんだね。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。そうだね、まあちょっとずつちょっとずつ進めていきたいと思いますんで、こんな感じになっていくかな。今後ね、アクション物語、アクション物語という感じになると思いますんで、また次回楽しみにしていただければと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。